はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回はガチャが来たぞということで、まあ二つのガチャもう一気に解説しちゃおうかなと思います。ということで今回はインテルビッグタイムとスペインリーグアタッカーズが来たということで、他にはまあ来てないよね、さすがに。ということで、まあ今回この二つ解説していけたらなと思います。まあ育成と能力解説してから、まあ最後にまあどっち引くべきかっていうのをね、解説していけたらなと思います。ということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。とやっていきましょう。軽く見ていきましょうか。だいたいこんな感じで、画像はミランと同じで背景青だけっていう、ちょっとなんか残念ちゃ残念やけど、ラウタロレベル31ですね。結構落書きもしてる感じでいいですね。画像もかっこいいね。でラインブレーカーで、だいたいこんな感じで、逆足も結構いいですね。でストライカーセンス、オフェセンボルコン決定力瞬発、いやこれは強そう。でまあスキルは大体こんな感じ。スルーパー持ってないっすね。でお次チャルハノールレベル35、え結構高くない？あチャルハノールこれいいかもしれん、プレーメーカーで。うん、レベル35はいいですね。でブースターフリーキック、決定力、フレースキック、カーブ、キック力、これはちょっといらないですね。ブースターは外れ、ブースターこれきついな、外れ引いちゃったな。でデフライレベル27、まあ予想通りぐらいかな。ではだいたいこんな感じで、ブースターディフェンスプラス2、ディフェンスボールダッシュ瞬発ジャンプいいですね。だいたいこんな感じ。ワンパ持ってんのいいっすね。インテルビッグタイムはだいたいこんな感じと、パワールレベル22なんや。あらあら、センターバック登録か。スペインリーグアタッカーズ見ていきましょう。ファンニス・ヨロイレベル31、まあまあまあ、ボックスストライカーで、逆足精度最高いいですね。ブースターシュートプラス2、ボルコン決定力、キック力、フィジカル、まあ大体こんな感じですね。でジョアン・フェリックスはレベル30で、ホドリゴレベル32、あ結構強いかもしれん。でお次サモラーノレベル31、ボックスストライカーで、逆足はこんな感じで、ブースターエアリアル、決定力、ヘディングジャンプ、フィジカルと、でまあスキルは大体こんな感じで、ラストルイス・ガルシアレベル29なんや。あ思ったより高くないんやって感じで、ウィングストライカー、もうちょいレベルあればね、よかったんやけど。まあ、ボールキャリーやからね。ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコン上がる。って感じで、ブースターと初期能力見ていったけど、まあ、どうなんやろうね。って感じで、まあ、詳しくね、ここから見ていけたらなと思います。はい、ということで、まずは気になるハイライト見ていきましょう。フェリックスレベル30やから、まあ、大体こんな感じ。いや、フェリックスこれ強くないか。普通に使えそうな能力してますね。フェリックスはまあ当たりか。当たり枠ですね、これは。次、ホドリゴ、レベル32できましたね。見ていくと、100いくやん。マジで？ホドリゴこれ強くない？習慣もね、強いの来てますけど、まあ、自分で育成できるし、いや、これは普通に使えそうな能力してますね。いや、強いね、これ。うん、決定感結構伸ばせるし。習慣と比べたらちょっとわからんけど、ハイライトにしては、もう普通に強いですね。総合値100いくんや。素晴らしいですね。まあ、CF 日本適正あればね、もっと良かったけど。はい、ところで一人目、サモラーノ見ていきましょう。育成はね、ちょっと難しいね、これ。まあ、一応紹介しておくと、決定感6、ドリブルに7、クイックエンスに9、脚力に11、エアバトに4と。今、監督的性高い状態、こんな感じですね。いやー、サモラーノね、なんか育成難しかったですね。って感じで見ていくんですけど、まあ、ブースターエアリアルなんで、まあ、ここに決定力90乗るし、ヘディングも90乗るって感じですね。まあ、ジャンプ、フィジカルも後に上がるって感じですけど、まあ、ドリブルがね、全然上げれんかったね。結構上げやんな、80は乗らん感じで、まあ、スピードは結構高くできるよね。で、まあ、瞬発も普通に高くて、フィジカル系もあってって感じで。どうなんやろうね。ボックスストライカーで身長178。まあ、ガチスカはちょっと厳しそうな気はするかな。使いにくそうっちゃ使いにくそうかな。なんて言うんやろうね。マジでなんか育成がね、うまくできんね、これ。難しいです。スキルはワンシューワンパとかあるけど、まあ、ちょっと厳しいかなって感じですね。はい、ということで次、ルイス・ガルシア見ていきましょう。おすすめの育成こんな感じ。決定力に5、パスに2、ドリブルに12、クイックに8、脚力に8と。で、まあ、監督的性高い状態はこんな感じですね。今見ていくと、ドリブルはまあ12上げして良さそうやね。まあ、ボールキャリーでボールキープ上がるんで、まあ、全部90超える感じで、ドリブルも94乗ってきますね。で、まあ、パスは2上げで70乗るんで、まあ、乗しといていいんじゃないかなと。で、まあ、決定力も5上げで80乗りますね。で、まあ、スピードもボールキャリーで90超えてきて、瞬発も高くて、まあ、キック力も85と悪くないですね。で、まあ、ボディコンも87までいきますね。って感じで、まあ、悪くなさそうやねんけどね。普通に使えそうではある。逆足も使えるし。ただ、レベルもうちょい上がってほしかったな。29はちょっとね、低いね。
もうちょい上がってたら使う人は増えてたかもしれんけどね。まあドリブルは普通に良さそう。まあ決定力あるんで、まあ右サイドハーフあんま持ってない人からしたらまあいいかもしれんけど、ダブタワンシュワンパウトスピン足裏スルバとかスキルは優秀なんで、まあ、普通に使用感は良さそうですね。ということで次ファンニステローイ見ていきましょう。育成こんな感じ。決定力に2、ドリブルに9、クイックエンスに11、脚力に11と。でまあ監督適性高い状態こんな感じですね。でまあブースターシュートプラス2なんで、ボルコン決定力、キック力、フィジカルが上がりますね。でまあ見ていくとオフ戦高いですね。いやこれいいですね。でまあドリブルは9上げして良さそう。ドリブル80乗るし、ボルコンも90乗ってきますね。でまあパスは元から70はあって、決定力も2上げで90は乗りますね。まあもうちょい上げたい人は上げてもいいかもしれない。まあスピードは85で、まあキック力89までいきますね。まあ90乗したかったけど、まあ瞬発はしっかり80あって、フィジカルは上げてなくて、80乗るんで、まあ別に上げなくてもいいって感じで、ボディバラがそこまで高くないって感じですね。まあただ逆足精度は最高と。ファンニステロイはまあ普通に使えそうやけどね。前のビッグタイムよりもまあ強くなってるんかな。同じぐらいっちゃ同じぐらいなんかな。まあこのビッグタイムファンニステロイ結構強いって言ってる人もいたんで、まあ今回のも悪くなさそうやけど。まあワンシューワンパー持ってるけど、まあスキルもそれぐらいなんで。まあファンニステロイも環境トップまではいかんかなって感じの印象ですね。はい、ということで、次はインテルビッグタイム見ていきましょう。一人目はチャルハノールということで、育成こんな感じ。決定力に4、パスに4、ドリブルに9、クイックエンスに8、脚力に12、ディフェンスに6と。で、まあ監督適性高い状態はこんな感じですね。チャルハノールレベル35なんで、まあいろんな育成できて、まあ自分好みにしていいんじゃないかなと思います。それ見ていくんですけど、ブースターがこちら、まあ、プレースキックカーブはまあいらんから、まあ決定力キック力ぐらいしか上がらんと。能力見ていくんですけど、ドリブルはまあ85乗しましたね。まあボールキープ、ボールコンもしっかり高くて、まあパス系どっちも90乗りますね。4上げで90乗るって。でまあ決定力4上げで88までいくね。まあ6上げしてもいいかもしれん。でまあ守備も全体的に70乗ってきて、まあスピードはテンハグ持ってたら80乗って、キック力はまあブースターで上がるんで101いきますね。瞬発ボディバラ80超えてるって感じで。でまあ悪くないっすね。レベル35だったんで、まあ普通に使えそうな能力になってきましたね。でまあ適正範囲も広いんで、まあチャルハノールに関しては普通に使えるんじゃないかなと。まあスキルも今回ミドル、アウトスピン、ピンポイントスルパとかあるんで、普通に強そうですね。まあただこっちのチャルハノールと比べるとどうなんやろうな。まあちょっと守備的になったって感じなんかな、今回は。まあこっち持ってたらまあ別にいらんのかなって思うかな。まあブースターもあんま良くなかったんで。まあただ今回のチャルハノール、まあ普通に良さそうですね。はい、ということで次デフライン見ていきましょう。育成こんな感じ。クイックエンスに2、脚力に7、エアバトルに8、ディフェンスに13と。今監督適性高い状態こんな感じですね。でまあブースターこんな感じで上がって能力見ていくんですけど、足元はまあ大体これぐらいで、ディフェンス系高いですね。ディフェンス円ボール出したら結構高くなるって感じで、でまあスピードもまあ77と、で瞬発はまあ70乗るかな。まあこっちでもいいかな。まあフィジカルも90あるんで、まあ、悪くはなさそうやけどね。まあワンパとかも持ってるしね。まあスキルもブロッカーとかちゃんと持ってるし、まあ、ロングカウンターなら普通に使えそう。まあ、ショートカウンターやったらスピードがちょっときつそうなんで、まあロングカウンター使ってる人にはまあ普通にがっつり守備してくれていいんじゃないかなと思います。はい、ということでラストラウタロ見ていきましょう。おすすめの育成こんな感じ。決定力に6、ドリブルに8、クイックエンスに11、脚力に10、エアバトルに1と。今、まあ、監督適性高い状態とブースター込みでこんな感じですね。ラフタロだけブースター込みで見れるっていう、ね、見ていくんですけど、オフ戦高いですね。で、ドリブル系も全部80超えてくるよ。で、まあ、決定力もしっかり90、カーブも80乗ってきて、スピードも90乗りますね。で、瞬発98、いいですね。で、まあ、キック力も普通に高くて、フィジカルもまあ、80乗せようと思ったら乗せれる感じで、まあ、ボディバラも普通に高めですね。って感じで、いや、ラウタロはこれ強いんじゃない？ラインブレーカーで。まあ、逆足も使えて。まあ、なんか能力的には、エトーと言ってもいいぐらいの能力なんじゃないかなと思ってるんで。まあ、ST もできるしね。疑似 3CF とかでも使えるし。まあ、スキルも元からスルパ持ってたり、ミドルワンシュとかあるんで。まあ、ダブタスパサブつけたらマジでエトーみたいな感じになるんじゃないかなと思ってますね。前のビッグタイムと比較していくんですけど、だいたいこんな感じで、ブースター込みでこんな感じ。全体的に上がってるんかな。まあ、スピードボディバラ落ちたぐらいかな。まあ、上位互換って言ってもいいんじゃないかなと。まあ、スルーパンも元からついたりしてるんで、まあ、今回方が良さそうですね。画像ずるくない？これかっこよくない？って感じで、ちょっと気になってますね、ラウタロは。マジでダブタスパサブおすすめしたいかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。
まあ、どっちも見ていったんですけど、まあ、どっち引くべきかって言われたら、まあ、インテルビッグタイムになってくるのかなと。まあ、デフライは、まあ、ロングカウンターで、まあ、悪くなさそうで、チャルハノールは、まあ、ハイライト持ってなかったら普通に使えそうで、ラウタロはこれ強そうでしたね。まあ、こっちのエピックに関してはちょっと厳しいかな。引かなくて良さそうですね。で、まあ、引くならこっちですけど、まあ、インテルビッグタイム単体の評価としては、無理して引かんでもいいんじゃないかなと思ったかな。個人的にはね、今後来るガチャがね、もっといいの来ると思うんで、まあ、待ってもいいんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。Turns to sun rays, and on and on we'll go.